おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日12月17日木曜日の全国の天気をお伝えします。朝9時の予想天気図から見ていきましょう。今日も西高東低の冬型の気圧配置となります。上空強い寒気が居座り、広い範囲で雪が降ります。日本海側や内陸中心に降り方が強まるところも出てきますのでご注意ください。ではアイコンでお天気を見ていきましょう。日本海側は雪や雨が降ったりやんだりの空となります。降り方が強まる恐れがあります。山沿いを中心に今日も積雪が増加し大雪となる恐れがありますので警戒を行うようにしてください。また東日本や西日本エリア、日本海側では雷やあられ、突風を伴う恐れがあります。西東の沿岸では雨となるところもありますので路面状況の変化にも注意を行うようにしてください。太平洋側は日差しの届くところが多くなりますが油断禁物です。東北太平洋側は雪が降りやすく今日もじわじわと積雪が増していきます。また東海西部や近畿、瀬戸内、九州北部、こちらもにわか雪、にわか雨の可能性がありますので空の変化にご注意ください。さあ、そして今朝は全国的に冷え込みました。氷点下となったところが多くなっております。昼間も厳しい寒さが続くところが多くなります。晴れていても東京9度、そして名古屋8度、大阪8度と1桁の気温のところが多くなります。1日を通して防寒を万全に行うようにしてください。全国の天気をお伝えしました。